ははい皆さんこんこにちは出雲正人です、えー、ハンドルが2つあってですね出雲正人と日本大和があるんですけどもどちらでも構いません今日のテーマは「自分自身である時は気持ちが穏やかである気持ちが静かである」このテーマで語りたいと思います日々ですね嫌なことがあったりとかですね不安があったりとかいろいろあるかと思うんですね 今で言えばそのコロナの問題ですとか、まあその社会不安みたいなものがあったりするかと思うんですね。そんなことがありながらも、自分自身であるときは気持ちが穏やかであったりとか、静かであったりするんですね。常に穏やかな気持ちでありたいと思うんですね。皆さんはいかがに思い,思いますかその自分自身であるときは気持ちが穏やかって。まあ、穏やかなんですね。 要はですね気張っていたりとかですねその自分を演出していたりとかですねそのいつもの自分とは異なった状態でいるそうすると気持ちが穏やかではいられないんですね心が静かじゃないんですね <laughs> やはり自分自身でいる時には気持ちが穏やかなんです気持ちが穏やかに穏やかに 波がが高くなない海のように心が静かなんですやはり静かな時間っていうのは必要で静かな心である時が大事なんですねやはり気張ったり不安に駆られてない自分いつもの自分普段の自分本当の自分自分自身であるときには心が穏やかなんです皆さんは 穏やかかな時間を持つことにしてますかもし忙しい日々あるいは不安のある日々こういうものに振り回されてですね自分を失いそうになったらですね自問自答して穏やかにあろうっていつもの自分であろうって、ね、心を穏やかにしようそういうふうに考えていくと、ね、波が静かな心であるあるいはその本来の自分であるって。 穏やかな自分でいられるんですねやはりあのいろいろなことがあっても穏やかな自分に戻るときが必要なんですねもちろん社会で生活をしていくには何でもかんでも全て穏やかにいられることはできないです例えばね政治でもおかしい部分があったりとかね社会でも間違っている部分があったりとかそういうときにはね声を上げ,た上げないといけないときっていうのはやっぱりあるんですね 間間違違っってているるものは間違ってると、ね、これは軌道修正するべきであると、ね、社会正義の観点から世の中を直していくことは必要である、ね、そういう時は必ずあるわけですしかしずっと怒りっぱなしでも仕方ありませんしずっと攻撃的であっても仕方がなかったりするわけですねそういう時はもちろん、ね、怒る時は怒る必要がある,、ね、あるわけですけどもそうじゃない時には穏やかな自分に一度戻ってみる ということが大事だと思うんですねだから心を落ち着かせて穏やかな時間をつる心が静かな時間を作る本来の自分に戻る本来の自分であり続ける時の瞬間でこういうのが必要なんですね皆さんはいかがでしょう結構ですね私はコロナのこととかですね頭から外したりするんですよ ずーっとそのことばっかり考えていてもどうにもならないじゃないですか穏やかな自分本来の自分これを取り戻したいとやはり穏やかな自分であると、ね、考えも冴えてきますしね心がリセットされるんですこういう時期だからこそ一度心を落ち着かせてもう一度自分を見つめ直すそういうことが必要じゃないでしょうか以上話を聞いてくださってどうもありがとうございましたもし 可能であれば、いいねボタンを押していただくか、あるいはチャンネル登録をしていただけると、私も感謝の極みです。張り合いが出てきます。以上、どうもありがとうございました。